のチャンネル始まりました。今日は料理動画になります。今日は何の料理をやっていくのかと言いますと、先ほど釣ってきたニジマスを料理していきたいと思います。さっき帰ってきて慌ててお風呂入って、また化粧もやり直して今になるんですけど、ちょっと深夜の撮影になるので、ちょっとだけ声も小さめでいきたいなと思います。で、ニジマスで何の料理をしようかなと思ったんですけど、前にニジマスのムニエルを作ったので、今回はちょっと唐揚げをやっていこうかなと思います。で、まあ寝る時間も迫ってきてるので、簡単に唐揚げで済ませようかなと思います。では早速料理スタート。まずはまな板を用意して、魚をさばくところからやっていきます。で、今日釣ってすぐも頭も落として、鱗も内臓も取ってるので、簡単に料理できます。で、まず三枚におろしていこうかなと思います。で、ニジマスは体がすごいヌルヌルしてるので、キッチンペーパーで水気を取っていきます。めっちゃヌルヌルする。よし、一口サイズに切っていきます。はい、できました。こんな感じです。では唐揚げ粉をつけていきたいと思います。で、唐揚げ粉はここにあります。で、この唐揚げ粉を今からこのお皿に入れて、その中にニジマスも入れていきたいと思います。はい、こんな感じで唐揚げ粉をつけていきます。で、唐揚げ粉に味がついてるので、ニジマス自体にはもう全然味はつけなくて大丈夫です。めっちゃ美味しそう。ではニジマスの準備ができたので、油を準備していきたいと思います。油を入れました。で、ここに揚げ物っていうのがあるので、そこを押していきます。150度、ちょっと温まるまで待ちます。はい、だいぶ温まってきたので入れていきたいと思います。おお、めっちゃいい感じ。はい、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 おお、やばいやばい、結構すぐ150度高いのかな、これちょっと掘り始めてます。でも魚は新鮮なので、結構さらっと揚げるだけでいいかもしれないですね。あ、もう美味しそう。あ、これはもう良さそうだな。ちょっと良さそうなやつを揚げていきます。これも良さそう。第2部いきます。できました。めっちゃ美味しそう。ほら、めっちゃ美味しそうです。いや、めっちゃいい匂い。では早速食べたいと思います。美味しそう。いただきます。うん、めっちゃ美味しい。うん、うん、唐揚げ粉がちゃんと味ついてるので、全然味なしでもいけます。もしちょっと濃い味がいいっていう方は、最初に塩コショウとか味付けするのもいいかなと思います。うん、めっちゃ美味しい。美味しい。身がめっちゃ美味しい。
目が美味しいってなんか日本語変ですね。なんかほら見えるかな。美味しい。あの前作ったムニエルもめっちゃ美味しかったんですけど、このニジマスの唐揚げめちゃめちゃ美味しいです。どっちも美味しい。はい、というわけで今日はあのニジマスの唐揚げを作っていこうという動画だったんですけど、いかがだったでしょうか。あの節約のために結構料理はするんですけど、全然レパートリーがなくて、なんか作れる料理が少ないというか、まあ、チャレンジしても結構失敗とかしてるんで、なんか作れたっていう、なんかたまたまできたっていうのが結構多いんですけど、あのこれからもどんどんいろんな料理にチャレンジしていきたいなと思います。で、今現在その釣りばっかり行ってるので魚料理ばっかりになっちゃってるんですけど、なんか他にもいろんな料理を作っていけたらなと思ってます。で、明日また今日釣ったニジマスで料理をしたいなと思ってるので、また次の動画も見ていただけると嬉しいです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画もお楽しみに。はい、ここからは緊急告知になります。なんと今年のゴールデンウィークに幕張メッセでドキドキフリーマーケットというのが行われるんですけど、そのうちの5月の3日と4日に緊急参戦することになりました。で、ブースはカーライフオートさんというブースになるんですけど、その中で一部グッズを販売させていただくことになりました。で、カナだけではなくて畑拓磨さんと中爺さん、そして同じアングラーズアイドルの空野さゆりちゃんも来ます。なのですごい豪華メンバーになってます。で、カナが出品するものを今この場でちょっとご紹介したいなと思うんですけど、全部で7点あります。で、まずはこちらのカレンダーになります。で、このカレンダーは去年の年末から販売させてもらってるんですけど、2019年度のカレンダーになります。こっちが壁掛けカレンダーで、こっちが卓上カレンダーになってます。で、今年に入ってもう5ヶ月も経ってるということで、元々は2500円で販売してたところを1500円までお値下げして販売したいと思います。で、もう残り多分5点ずつぐらいしかないので、もしお買い求めいただける方はできるだけお早めにお願いします。続きまして、こちらのメジャーになります。で、このメジャーは今もサイトで販売してるんですけど、こんな感じでカラビナをつけたりして腰につけることとかもできます。で、こちらがですね、じゃじゃーん、ヒョウ柄のオリジナルデザインになってます。こんな感じです。で、すごい生地がしっかりしてて全然破れたりもしないし、75センチまで測ることができます。で、この度新しい柄も用意しました。それがこちらになります。開けていきます。じゃじゃーん、迷彩柄になります。で、なんとこっちは120センチまで測ることができます。なので、シーバスとか75センチを超える魚を測るときはこちらがおすすめです。めっちゃ可愛いデザインになってるので、よかったらお買い求めください。で、続いて T シャツになるんですけど、 T シャツは2種類用意しました。で、白と黒を用意させてもらって、どちらもデザインは全く違います。で、白がこんな感じになります。で、ここに今用意してるんですけど、こんな感じです。じゃじゃん。で、実際に着た感じがこんな写真になります。で、用意してるサイズが S から XL までなんですけど、カナは S でこんな感じでした。ちょっと大きめなんですけど、まあいい感じにゆったり着れるような感じで、女性は S サイズがおすすめです。で、次、黒はこちらになります。じゃじゃん、こんな感じです。めっちゃ気に入ってるデザインです。で、着た感じがこちらになります。こっちも S サイズを着用してます。で、どちらのデザインもカナの意見を言ってデザイナーさんに作成してもらったので、いい感じに仕上がってます。で、生地もすごいこだわって、しっかりした生地を選びました。なので、よかったらお買い求めください。で、最後キャップになるんですけど、キャップのデザインはこちらになります。こちらもカナが思い描いてるのをデザイナーさんに伝えてデザインしてもらいました。はい、実際にかぶってみるとこんな感じです。めっちゃ可愛い感じになってます。で、釣りでも使えるし、私服の時も使えるように
こういう感じのおしゃれな感じのキャップにしました。めっちゃお気に入りです。というわけでこちらの7点をご用意してるので5月の3日と4日幕張メッセに来てください。お待ちしてます。